誰かがお前に昔語った気の利いた話に比べたら目新しさも花もなけりゃ洒落たオチもついてない。そんな俺の話を聞いて退屈になったお前はうとうと船を漕ぎ出したから、俺はそっと明かりを消した。じゃないか変わり映えのしない俺にお似合いさ。二番煎じの聞き飽きた言葉だからこそお前の眠りを覚まさずに済むよ。あいつが誘った今話題の華やかなロードショーに比べたら街角の古びた映画館どこかで見たようなストーリー、誇りのかぶったフィルムが回るガラの客席でお前は小さくあくびを噛み殺しながら俺の方に目をやった。焼き直しの映画でもいいじゃないか、お前が最後まで席を立たないなら。焼き直しの見飽きた筋書きだからこそ途中でお前を怖がらせることもない。二番煎じの物語でいいじゃないか、変わり映えのしない二人にちょうどいい。二番煎じの見飽きた筋書きだからこそ二人の物語が途切れなくて済むよ。